ツイン持ってまいりました。まあ、返しが簡単に作れるということなんですが、まあ、ハンコぐらいは一応用意してきたんですけれども、どういうことなのか。まずはですね、行政書士のところにお邪魔して提出するための書類を一緒に作成します。こちらですね。すいません、行政書士の臼杵さんから渡されたのは、ね、たった1枚の A4 サイズの紙。そこに会社名や取締役などを記入していきます。取締役、はい、これ一人でいいわけですね。これも、はい、1名でも大丈夫です。もう OK ってことですね、はい、こういう感じですね、はい、書くところ少ないんですよね。これで本当にできるのかなって感じがします。じゃとりあえずこれでよろしくお願いします。はい、何か作られる。会社を作るためには会社のルールを定めた定款が必要です。これが定款です。大浜企画って書いてある。これ一気に現実味が増してきますね。あ、すごい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 。大浜企画と称するディレクターなどの労働派遣事業、資本金1円の人材派遣会社大浜企画、定款はわずか1日で出来上がりました。9割方社長になりました。ありがとうございます。作っちゃいました。次に向かったのは交渉役場です。定款は交渉人から認められなければ会社を設立することはできません。定款こさえてきたんですけど、絶対的記載事項の記載漏れがないかどうか、それからその他の記載が会社法に反してないかどうか、ということを交渉人がチェックをして全部大丈夫だと、いうことになった場合に、それで初めてこの定款が交渉の認証を受けたということで、効力を発せられる。大浜企画の定款は無事認めてもらいました。緊張しますね。いや、私も緊張しますよ。それではこれ、どうもありがとうございました、はい、無事無事終了しました。認証もいただきました、はい、バッチリです。長い間定款を見続けてきた田村さんでも、今回の会社法改正ではマニュアル本が必要になりました。定款を自由に作れることになり、数多くのパターンが存在するようになったためです。大変なんだ。そうか、定款の存在ってのは今まで以上に増してくるっていうことなんですね。そうかもしれませんね。絶対的記載事項っていうのはごくわずかにして、その他のことは相当大幅にいろいろバリエーションを持って書けるようになったと。だから作る側がいろんな選択をして作ると。限りなくお気楽な状態でこの大浜企画作ってはみたんですが、こんな私と例えば銀行付き合ってくれるのかどうか、信用度は果てしなく低いと思うんですが、実際にお話聞いてみます。中小企業への融資を中心とする東京都民銀行。例えば私みたいな会社の魅力っていうのを見出す余地ってなんかあるものなんですか。やはりそうした場合でもですね、まず株主さんとの関係がどうなんだろうか、あるいは今後の将来のですね、売り上げ、あるいはそのご商売の方向性がどういうものがあるのかということをまずじっくり見させていただく必要があると思っています。こちらの岡崎さんと成田さん、新会社法を機に今月会社を立ち上げます。資本金は100万円。はい、成田と言います。成田さん、はい、よろしくお願いします。会長さん、はい、資格を持つ高齢者の介護事業を2人だけでビジネスにします。株式会社に必要な手続きが少なくなったのもメリットです。これ変な話です、株主総会みたいなものって開くんですか、お二人で。あれ形式上すでにもう株主総会ですので、ね、二人いればあれで議事録取ったりとかするんですかね。必要なことがあればやはり取らないといけないですけども、そんな形式ばったことはしないと思います。その辺しかし肝心の事業計画や資金繰りは詰め切れていないようです。やはり株式銀行関係さんにも、そういうことを理解していただくということは非常にこう難しいことで、そんなんで仕事な商売になるのとか言われちゃうのが一番辛いですね。まずそこから始まると思います。そこをどういうふうに打破していくか